ドキャスト番組すすきのにエールを。株式会社 APR グループ代表取締役青木康明です。株式会社 APR グループは現在グループ7社ですすきのを中心に飲食店など40事業所を経営し、すすきのから北海道を元気にしていけるよう邁進しております。この番組すすきのにエールをでは毎回ゲストをお招きし、その人について、そしてすすきのについてのトークを配信していきます。2週目の内容をゲストとすすきのについてということで、株式会社 S エンターテイメント代表取締役鈴木真也さんにお越しいただきまして、後半のお話です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いいっすね、2回目となると、はい、だいぶ棒読みってね1回目はね、1回目は読みだったんで、ね、2回目はだいぶ慣れてきた感じで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、番組すすきのにエールをということなので、すすきのの魅力をね語っていけるような後半にしていければなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まず、まあ、そのすすきのでご商売されてらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、その中で、まあ、すすきの以外での商売自体はないですか？そうですね、その FC とか、ね、うんうん、そういった業態ではあったりはしたんですけれども、基本自社で全部直営でやってるものはすすきの、あと、まあ、札幌駅とか、ね、うんうん、その辺はありますけども、やっぱすすきのが一番多いですね。ですよね、うん、なんかそのよく質問されると思うんですけど、うんうん、まあ札幌駅とか大通りとか、まあ、もしくは郊外とかっていうのと、うん、結構その比べられることあると思うんですよね、うん、出店立地の選定って意味で、はい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 、このなんかすすきので商売をするなんかこう魅力とか、うん、そういう思いとかって どういう思いですすきので商売されてるんですか今？そうですね、うん、まあやっぱりまずすすきのってなんか若い時の僕らのもう何だろう、お憧れのね、うん、かっこいい大人たちから、うん、綺麗なお姉さんから、うん、もうお金を持っている人たちから何から何までが集まる街で、ここでなんかね、やっぱり自分の箱っていうか城持てるってちょっとやっぱ夢あるじゃないですか、うん、はい、なので、まあやっぱりまずはもうすすきの以外は考えてなかったかな。おお、じゃあまず商売やるんだったらすすきのだなと。そうだね、うん、なんかもうたくさん多分つながりもね長年やってらっしゃるんで多いと思うんですけど、うん、こうやっぱりシンプルにこう鈴木さんが好きなお店とか、うん、どういったところ、まあ、好きっていうのはちょっとなんか言い方悪いですけど、うんうんうん、なんかおすすめしたいお店とかって どういうお店ですか？あのね、まあ、はい、もちろんたくさんあるし、ね、3000店舗って言われてますから、そう、すすきの飲食店、そんなにあるんだ。コロナ前3800、うん、でまあコロナ通して3000ぐらいって言われてるんで、うんうんうん、まあ行ききれないじゃないですか僕らも。そうだよね、うん、いやなんか今の時代って、うん、まあ、いわゆるこの食べログとかじゃないけどもさ、うん、まあ言っちゃうと検索すればね、うん、なんかこう良さげなお店にはさ、はい、誰でもこうたどり着けると思うんだけども、うん、はい、まだ僕らがね、うん、やってた頃の15年以上前だと、うん、そこまでそのネットでね、うん、なんかそういったお店を探していくっていうのはなくて、はいはい、まあ、大体このリアルなその口コミとかで行っていたと思うんですよね、うんうん、はい、でなんかその中で、うん、まあ、これちょっと一個今もうなくなっちゃったお店なんだけども、うん、はい、なんか俺はもうすすきのだなっていう思い出のお店が一個あって、はいはいはい、青木くん知ってるかな、はいはい、ポエム社って分かんない、知らない、あの分からないです、まあ、行ったことはないです、行ったことないし、ないワードとしても聞いたことない、行ったことないと思います。いや、これ誰かポエム社、夜のお店じゃないですよね、だってどういう店想像する、ポエム社って。いや、なんかまあすっごい落ち着いた喫茶店、あー確かに、店名はね、確かに確かに、店名はこの店まず、はい、営業時間が、うん、23時59分オープンするお店ポエム社、ポエム社、はい、でこの情報だけよく聞いてたの。なるほど。そう、でもなバーテンダーやってて、はい、そうポエム社って店があるらしくてさ、はいはい、で中にはそう行ったことあるよって聞いてて、はいはい、めちゃくちゃ気になるんだよね、はい、結構そのコアな人たちが行ってるから、うん、まあ、ぜひやっぱそこは行ってみたいなって、もちろん、で、まあ、ある日そのポエム社ね行ったことあるよっていうことつながれてさ、こう場所なんだけど、それこそ南7条なの。おお、もう深いすすきののディープなとこですね。で、うん、西にぐらいかな、さらになんか西側がちょっとさ、うん、若い子たちがね集まるディープスポットだった中で、西側ってまたちょっと違ったはいはい、ディープさがある場所なんだけども、そこの1階にねバーがあるビルの、うんうん、これね、それ上が普通の住居みたいな感じ、マンションみたいな
まあ、マンションっていうかもうなんだろう、市営住宅みたいな作りなんだよね。そんなところにお店があるんですか。本当に今みたいな同じリアクションでこんなところにあんのって言って階段登っていくと、はいはい、本当に人ん家の玄関みたいなところに、はい、ちっちゃくポエム社って書いてあって、うん、一応看板はあるんですね。ちっちゃくね、うん、本当にあったって言って、ちっちゃいのがちっちゃい店名がかっこいいって最近あるやり方じゃないんですか。まさに元祖そうスピークイージーみたいな、はいはい、あえてそう見つからないやるかっこよさっていうのもその時代に、うん、あったんですか。もうあったその時代に僕最近ですよその手法学んだの。飲食店で店名が見えないぐらいちっちゃいって、はい、やったの。あったんだポエム社、ポエム社でもなんか入るともうほんとなんつうの V シネマのなんだろうな、危ないとこではないですいや危ないとこじゃない、全然危ないとこじゃないんだけど、うん、もう空気が普通だから多分本当の住居を、うん、一応ねジャンルで言うと超難しいんだけど、いちギリ居酒屋なんだよね。居酒屋に入るんですか。居酒屋だと思う。はいはいはい。で、うん、その近石さんっていう方が、まあ、俺行った時でも60ぐらいだったのかな、うん、まあ、店主さん、そう店主さん一人で切り盛りされてるお店、うんうんうん、なんだけれども、あのなんかすいませんとかで頼むじゃん、はいはい、席止まれ普通のね飲食店として、そうそうませんって頼むと、うん、あただいま係のものがって必ず今なんか自分以外の誰かがちゃんといるみたいな感じで、はい、普通だったらさ僕ら一人だったらさ、はい、あすいません今行きますねってまあ俺が行くじゃん。そうですね。で必ず係のものがっていう返答が返ってきて近石さん、近石さんでね、瓶ビールとかも頼むとか、まあ2人で多分飲み行ったとしてもさ、うん、必ずグラス3つがポンって出てきて、そうでまあもうそこに継がないとオーダーが取れないんだよね。なるほど。で来るたびオーダー取りに来るたびにまずパンってそのグラスのねビールを一気しながら、なるほど、何食べます飲みますっていうのがあって、うん、まあ本当に食べ物とかも、うん、なんだろう、納豆オムレツとかさ、サバの塩焼きみたいな、いいですね、はいはい、でもねちょっと美味しいの。ちょっと美味しいんですね。そう。ちゃんと。ちょっと美味しいから飽きないんだよね。うん、ずっと食べれて、うんうん。で、なんか空間も空間だから本当お酒も進むってことは会話も進むっていうので、うんうん、なんか昼過ぎでもやってたのかなっていう。23時59分オープンだから。だから本当深夜食堂なの、いわゆる。深夜食堂の走りですね。走りだね。まだそんな番組が正直ない時だったから、うん。はいはい。いやーなんかこういうのって、うん、好きのっぽいって言葉と合うかわからないけどもさいわゆるこのカオス感どういう人がいらっしゃるんですか。やっぱそこにはやっぱりいわゆる同業が多いよね、うん、同業の人たちがすすきので働かれてる方たちが多かったりもするんで、はい、なんかいろんな人間模様がやっぱ見れるわけよ。泣きながら入ってくるさ女の子がいるとかさ、すすきのそうすすきのや、そうなんだよ。なっぱらかね、どんだけね、もちろんこのすごくね、町が今この心ができることで綺麗になっていってとかさ、うん、朝から遊べる場所になっていくっていう、うん、それはすごく素敵なことだと同時に、うん、やっぱりこのカオス感っていうのはね、うん、どっかにこう残っていってくれるとなるほどみたいなのはありますよね。あ、そうですよね。それはもうよく本当におっしゃる通りで、うん、やっぱこう昼から遊べるすすきの、楽しめるすすきのっていうキャッチは、うん、当然このここのすすきのさんと同時にやっぱ僕らもね町に商売させてもらっている人間としては掲げてますけど、うん、やっぱこう今までのこの町を作ってきた方々がね、こう深いディープな組織のをね、うん、こう盛り上げてきて今があると思うんで、いや、そうなんかそれはなくならないでほしいなって思いますよね。いや、なんかそういうお店がねもっとこう増えてくる、つまり、うん、マーケティングとかじゃない店じゃん、うん、それって、はい、顧客目線じゃなある意味ないわけよ。だって3つグラスあるんですもんね2人で行っても、注がないと出てこ注文取られないですもんね。だまあ進むよねビールも。いやーすごいですね。そうですよ、2倍2人で飲むペース以上に進みますよね。じゃ飲むの全宅でやってんだよ、それ一人で係のものがつって現れてバッと飲んでオーダー取るっていうことさそうなんだよね。なんかどうしてもそう思い出深いね、なんかお店だなと思ってて、今あの結構多分すすきの早くなったよね、お客様が。そう、表現として早くなったっていうのはお客様が帰られるのが早くなったなと感じていて、うん、おっしゃる通りですね。そう、まあ多分それはね、一つのコロナ禍っていうのを得た中で、うん、なんか10時までしかダメですよみたいなね、あったじゃないですか。しっかり習慣つきましたね。習慣ついたよね。ついた。いや俺もついたもん。いや僕もです。あ、本当。はい。もともと夜遅いの苦手だったんですけど、うんうんうん、拍車かかりましたやっぱり。いや、そうなんだよね。うん、帰っていい空気っていうか。そうだよね。うん、そう、まあ、だから、まあ、うちなんかもね、ちょっと1時ぐらいまでのお店なんですけども、うんうん、まあ、改めてちょっとそういうディープなところは
もう一回開拓していきたいなっていうとこですかね、うん、逆に今だったらどうやってこうもちろんすすきのの店探すんですか、探すことが多いですか、新しいお店行くとしたら。そうだね、でもやっぱりなんかあんまり僕もそのウェブの評価でっていうよりかはこういうふうに、ね、うん、聞いた中で、うん、すごくおすすめなところっていうのはね行くようにはしてるんですけども、うんうんうん、うーん、そうだよね。なんか僕さっき初めて行ったんですけど、はいはいはい、八谷さん、八谷さん知ってます？あ、あのね、はい、大、いや僕本当にさっき言ったんだ。そう、第一グリーンビルスね。はいはいはい。すすきの定食おにぎり。あ、もちろんもちろん。ね。ああ、僕行ったことなくて。あ、そうなんだ。恥ずかしながら。すっごいけど有名ですよね。有名有名。ごめんなさい。逆に名前を出演するぐらい有名。当たり前にあるそこにある店。なんかここのすすきのさんの取材を、うん、あのテレビで特集だった時に出て。うん、たんでしょ、ここも、あ、こちらのお店さんが、そうなんだ、いや、すすきの変わりますねみたいな、うん、それで、いや、このラジオの前までに絶対行きたいと思って、うん、今日行って、うん、何年目なんですかっつって、うん、55年目だわ、マジでお兄ちゃんの倍ぐらいかなって言われたんで、とりあえず僕あ、そうなんだ、55ちょっと若くね、多分ね、かっこいいな、言いたいな、俺もお兄ちゃんの2倍ぐらいかなって、いや、すごいっすよね、で、何時オープンですかって言ったら、うん、5時5分で、15時っていうのは17時17時5分17時5分、うんうん、で、今日何時までですかって言ったら、3時深夜3時まで、3時、週末4時、うん、すごいっすよ、なんかいつも僕はもう帰る時間帯にな、自分が帰る時間帯に通ってもめっちゃお客さんいるんですよ、うん、いるいる、めちゃくちゃおにぎり美味しかったです、おにぎり美味しい、卵のやつ、その5時5分なんだね、うん、でした、なんだろう、そのさっきのポエム社もさちょっとこの23時59分っていうこの微妙な数字その当時流行ってたのかな、いやー、すごいっすよね、そういうこだわり、なるほど、いや、なんか、いや、それでいくとね、うんうん、あの、まあ、これ実はね、あの事前に青木くんからなんかそういうおすすめの店っていうのは、そうそう、そう、お題はいただいてて考えてさ、どんなどこがいいかなって、うんうん、でまあ、雇われも含めたらもう20年ぐらいすすきのにはいらっしゃるんだよね、うんうん、でこの20年で一番行ったお店どこかなって考えてみたの、うん、はいはい、そうで、うんうん、まあ、こう自分なりな記憶のこの統計を取ってですね、なるほど、導かれたちょっとお店があるんですけども、はい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 、どこですか、はい、お伝えしてもいいですか、はい、月夜のたぬきさん、ありがとうございます、いや、もう、ま、今待ってて、目があった、目があったうちの可能性あるなと思って、はい、あの弊社が運営している店舗でございます、はい、ありがとうございます、本当お世話になりまして、あれ、もともと何時までだったっけ、もともとは朝5時までのお店ですね、あ、朝5時だっけ、もともとは、もともとあの、まあ、コロナ前、うんうんうん、あれ、なんかもっと遅くまでやって、あの月夜のたぬきはもちろんもっと遅くまでやった時期もあると思います、うん、ただですね、うんうん、ちょっと一杯っていう、あ、ちょいちね、ちょいちが、ちょいち朝9時ぐらいまでやってたんです。あ、そっか。ちょいちも行ったな。今はね、ちょっと一杯っていうお店ももうなくなっちゃったんですけどね。うん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 、あのもう本当に月夜のたぬきが今うちの会社がグループでやってる中でいうと一番長くやらせていただいてる店舗ですね。うん、あそこ一番長いんだ。そう、30年以上やらせてもらってるんでね。あ、それは一番行ってるよね。だから同業者の方々が結構いらっしゃっていただいたって聞いてます。いや、そうなんですよ。はい、だからそこ行くと、まあ、僕らもこの自分らの社員とか連れてさ、うんうん、行って飲んでると、うん、またこうちょっとこう別の飲食のね、うん、グループの人がいてさ、うん、でなんだろうな、ちょっとこのまだその若い時だからいいのライバル感あって、はい、お互いね、そうで隣にもちょっと聞かせるように、うん、こっちの熱い思いを語るみたいな、なるほどこの間接的なマウントを取り合うみたいな、くしくも個室じゃなかったそうなのよ、あれが良かったんだよね、全部テーブルでしたね、カウンターと、あ、そうだからやっぱりいいよね、今なかなかさっきもねあったけど、その遅い時間のお店、今は月夜のたぬきさん何時まで、今は3時まで、あ、そうなんですね、うん、やっぱり先ほどおっしゃってましたけど、すすきののやっぱお客様の動きがだいぶ変わったっていうのもあって、うん、僕らも営業時間はやっぱりね、うん、短くなっちゃってるっていうのは今なんですけど、うん、まあもうちょっとね、2024年になったら遅い時間帯もやっていこうと思ってます、うん、おっしゃ、ぜひ夜お困りになったら、いや、ぜひ本当に ね僕らにとっては思い出のお店でもありますし、深夜に飲むとこ困ったら月夜のたぬきへ、そうなんですよ。
ですよ。そんな宣伝もさせていただきながら、ぜひよろしくお願いします。あのね、卵焼きをぜひ食べていただきたくて。厚焼き卵ね、嬉しい。いや卵焼きです。厚焼き卵名物です。あれすごい、もう一生食えるもん。ありがとうございます。うん、いやすごいいい感じで、はい、あのすすきのね、うん、美味しいお店、あの今は行けないポエム社、うんうん、そうっすね、はい、ポエム社ポエム社じゃなくて月夜のたぬきが、はい、今は行けるとそうですね、いうことで、はい、はい、社長の思い出のお店を本日はご紹介していただきましたんで、はい、ということで、はい、鈴木ちゃんありがとうございます。最後の最後で買いました。はい、ということで前半後半にわたり株式会社 S エンターテインメント代表取締役鈴木慎也さんにお越しいただき、会社のこと個人のことすすきののことお話ししていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。